どうも皆さんこんにちは。レッドブルプレイヤーグッドイトスカート所属のガチくんです。今日はですね、プロゲーマーが海外大会に参加するために持っていくこのスーツケース、このスーツケースの中身にどんなものが入ったのかっていうのを皆さんに紹介していきたいと思います。まあ今後ね、海外大会がに、行かれる方のための参考になればいいなっていうふうにも思うんで、よければね、最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、で早速ですね、キャリーケースの中身見ていきたいんですけど、まあ、まずはね、この大きさにちょっと触れていこうかなと思うんですけど、まあ、やっぱり海外大会ってなると3泊4日とか、今回のエボでいうと5泊6日とか、そういう感じになるんで、まあ、やっぱりこんぐらいのでかいサイズのキャリーケースになります。まあ、中にはね、いろんなものが入っとんで、まあ、早速ちょっと中身見ていきたいと思います。はい、じゃあ早速ね、このキャリーケースの中身見ていきたいんですけど、ちなみに僕は、海外大会2017年からかな、回っとんですけど、未だに行きは自分でパッキングしたことがありません。お恥ずかしい話なんですけど、帰りはね、自分でやったんですけど、大体行きは嫁に全部パッキングしてもらってます。なんで今回もこの中身は嫁がやってくれてます。はい、じゃあ今はね、これ一回バッと開けたんですけど、まあ、まずこの表面というかね、ここのかぶさってるところに何が入ってるかっていうのなんですけど、まあちょっとここから開けていきますか。こっちは、まずこれ、これはね、海外大会に行くとよくね、物もらえたりするんで荷物が増えるんですよ。あとまあお土産買ったりとか、なんで増えた時はこれに入れて手持ちでこう持っていくっていうのに使います。でこれは、下着とかを干すやつですね。海外でやっぱりね、連泊になるんで、どうしてもこうちょっと洗濯物が溜まったりねするんで、まあ、それに備えてこういうのを持っていきます。まあこれ洗剤ね、洗剤もあります。あとはこのご時世のアルコールをちょっと回してます。あとはこれ、まあさっき言った荷物が多くなった時に、圧縮袋に入れて荷物を、小さくすると。こっちは、まあ、ティッシュ、洗い流せるティッシュですね。こっちはまあマスクの綿棒ですね。これがたくさん入っています。で、あとは海外大会とか行くとね、画面見る時間がすごい長くなるんで、まあ、上記でもアイマスクとか、大会の前日とかにこう目を休ませるとか、大会後に目を休ませるので、こういうのを持っていきます。じゃあちょっとこっちから行きますか。片面ね、大体、まあ、僕これ2017年ぐらいから海外大会待っとって、でその時戸さんとね、モニターをどっちが持っていくかみたいなのを毎回話し合って決めようったんですよ。で、大体僕がモニター係、時戸さんがモニターの後ろの足とか、あと PS4 を持ってくる係だったんですけど、僕がそのモニター係だったんで、こういう風に入れてます。これやっぱモニターって、海外とか行くと、どうしてもその、トラブルでモニターが割れてしまうとかって結構あるんですよ。孫さんもね、何回かあって。で、他のプレイヤーもそういうのがあって、ちょっとその、いろんな試行錯誤をね、重ねた結果、生み出した持っていき方が実はあります。はい。まあちょっとまあそれも、こういう説明するんですけど、まああとこちらか。こちらはですね、洗顔とか、髭剃りとか、そういうね、お風呂で使うようなものが入っています。で、こちら。これが、まあ、今回持っていく BenQ のモニターの足台のこの台座です。台座。で、これがその、モニターにこうくっつけて、ここでこれこうくっつけてやる、この長いやつね、これ長いやつで、ここからがちょっと腕の見せ所なんですけど、このパッキングのキャリーケースの、なんとですね、ちょっともう一回持ち上げますよ。これ四方をこの四角の、そうモニターが入っとった箱のクッションで四隅をこう囲って、少しね浮くんすよ。これちなみに固定して浮くんすよ。で、ガタンガタンってなった時に、下と、フレン、下にあるものとバーンって並んので、割れづらい。プラス、この嫁のストール。これが、長年僕らが研究した結果、ストールが一番安全性が高いということで、ストールを巻いてます。嫁のストールをね。で、これをこういう風にセットする。で、このセットする前に、こう下にね、こう、まあ、衣類ですよね。まあ、短パンとか、今回持っていく。で、まあ、あとは T シャツ。まあ、グッドイートスクワットのこのロゴが入った T シャツだったり、あとはレッドブルのね、ウェア入ってます。いろいろ。これで、まあ、下のクッション性を高めつつ、今の、モニターを上から置くっていう、こういう感じになりますね。こっち。っていう感じで、片方はそれで、終わりですね。こっち片方。大体まあ、ウェアと、まあ、モニターが入ってるっていうような感じです。まあ、今回持っていくウェアはね、こちら。グッドイートスクワット、僕の所属しているグッドイートスクワットチームの、この T シャツだったり、まあ、普段着してるのがアディダスの T シャツとか、
なレッドブルのね T シャツですね。これちょっとロゴがあのこれねレリーフみたいな感じなんで見えづらいかもしれないですけど、かなりねおしゃれな感じ。後ろにこうロゴも入ってます。通気性がいいです。あ、これ片方のこうですね。じゃあ次こちらですね。もう片方の方に何が入ってるのかっていうんですけど、はい、ちょっと待って、何これ、天丼マンが入ってるじゃないか。嫁毎回こういうのね持ってくるんですよ。海外にね、あの行くときに、ね、なんかね絶対必要ないものが入ってますよ。こういうのね、お茶目なところで買えますね。まあちょっとね、これのろけを置いといて、まあこっちはシャツですね。ちょっとあのこっちに入らないようなシャツを入れたり、あのこれもブルのポロシャツですね。ブルのポロシャツ、白のね、白を基調としたブルのポロシャツですね。こちらも入ってます。で、今回はですね、ここにね、これノートパソコン、こちらも入ってますね。ガリリアさんから提供いただいたノートパソコンなんですけど、こちらね入ってます。まあ、今回大会 PS4 であるんですけど、まあ、PS4 の大会エボが終わった後に、まあ、海外勢とパソコンに対戦もっていうのもあるかなと思ったので、一応今回持っていきます。こちらね。このノートパソコンの電源が必要なんで、こちらに、ラッこちらにですね、いろいろとコードが入ってます。例えばですね、まあ、これはあの配信をもしするんだったら使う、ウェブカメラ。でこれがノートパソコンの電源ですね。電源で、あ、これがね電源じゃないんですけど、 BenQ のあの台の後ろにつけるネジとドライバーです。はい、これもあります。で、あとは HDMI ね、これプレステ4と、モニターをつなぐための HDMI、これがモニターの電源かな。モニターの電源、じゃあランケーブルで、これねかなり重宝しとんですけど、まあ、海外ねいろんな僕国行くんで、このあのタコ足がすごい便利で、どこが便利かっていうとここなんですよね。海外って、電気の差し込み口が国によって違うんで、こういう風にねいろんな形になるんですよ。この普通の日本で見るようなこういうやつと、あとはこうなんかこういうねちょっと違うよ。これは多分ヨーロッパではこんな感じじゃなかったっけな、ができて、まあ、かなり用途が高いんで、こちらも持っていきます。で、まだまだありまして、まあこれね、スプーンと箸、これが何であるんかって話なんですけど、今回日本食、まあ、今回というか毎回なんですけど、僕日本食をね結構持ってっとって、アメリカとかはそのお肉のエキスが入ったものはダメなんですよ。ただどん兵衛とかのこのかき揚げとかきつねうどんとかこういうのは、一応大丈夫ということなんで、毎回僕は持って行ってます。で、サコさんとかね結構持って行って、あのね向こうで夜お腹空いたら、あの俺の何々あげるけどそっちの何々くれへんみたいな話が起こったりします。なんかブツブツ交換が、ね、夜な夜な行われてますから、ね、どん兵衛がね今回は5個これ持っていきます。はい、結構入っとるでしょ中身いろいろと。やっぱりね、日本食っていうのはね、すごい助かるんですよ、向こうの食べてる。あとはこのアルファ米ですね。お湯を入れたり、お水を入れたりすると、出来上がる。お米、赤飯、白米、あとこっちはおにぎり、穀物、おこわ、わかめですね。こちらも持ってって、向こうでね、ちょっと夜とか小腹空いた時に食べようかなっていうふうに思います。あとは、ちょっとまだ中身は入ってないんですけど、お味噌汁とかね。あのを持ってって、でお湯とかは本来はスーツケースの中にケトルがあるんですけど、今回ちょっとなくてですね。あ、でもあの海外のホテルとか行くと、部屋にねケトルがあって、それでお湯入れたりもできるし、まあ、最悪フロントであのお願いすればお湯もらえるので、そちらでなんとかしてます。はい、で、あ、次こちらですね。こちら薬ケースですね。いろんな薬が入ってます。やっぱり頭痛くなったとか体調悪くなったとかね、いろいろとあるんで、こちらの薬でなんとかしてます。で、あとはブルか、レッドブルね、こちら。毎回僕レッドブルは6本ぐらい持ってってます、こちら。まあ、あのジップロックに入れて、飛行機にちょっと破裂したいけんのんで、ジップロックに入れて、こういう風に持ってってます。で、これなんで日本から持っていくんかって話なんですけど、やっぱりその海外の大会とかで、そのすぐに飲みたい時とか、まあ、常備しておきたいっていうのもあるんで、もちろん向こうに行けば買えるんですけど、まあ、手元にあった方が心強いし、
まあ、やっぱその日本と海外のレッドブルって実はちょっと味が違うんですよ。で僕は結構日本のブルの方が味好きなんで、あの大会中も日本のブルを飲んみたいなっていうのがあったんで、あの持って行ってます、はい、これ毎回6本ぐらい持って行ってます。これはねボンさんも日本から持って行ってますね。であとこれ下着ですね。パンツ、靴下、あと肌着が入ってます。で最後にあるのがこちら靴ですね。僕はね大体行くときはサンダルで行って向こうで着いたら履き替えるって感じで、まあ、こういう風にあの靴が今入ってます。こういう風にねっていう感じですね、ええ、でやっぱりその海外大会行くときはこれぐらいの荷物になるんですけど、まあ、これ人によってはねあのモニターが入ってない人だともうちょっと小さかったり、ジョン君なんかほんまに国内旅行行くんじゃないかっていうぐらいのもうなんかこんぐらいのスーツケースでなんか毎回海外に行っとって、え何入っとんそれみたいな感じだったんですけどまあジョン君なんかねパッドだったんで、それこそこの中に空き込み入れる人もいるしなんでね、人によっては違うかもしれないんですけど、まあ、大体プロゲーマー、まあ、僕が海外に行く時はこういう風な中身に毎回なります。はい、そんなわけでね、皆さんにちょっと僕のキャリーケースパッキングの中身を見てもらったんですけど、まあ、僕なんかモニターが入ったのでちょっとこういう風になってますけど、他のプレイヤーはねまだ違った感じになってますが、でも大体こんな感じです。はい、海外大会行く時はこんな感じなので、まあ、よければね皆さんも今後海外大会だったりなんか行かれる際はこちら参考にしてみてはどうでしょう。ってなところで、今日はこちらのパッキング動画は以上になります。これからエボに向けて頑張るんで、応援よろしくお願いします。頑張ってきます。バイバイ。